国学院高等学校は東京都渋谷区神宮前2丁目にある私立高等学校である。1948年に開校した私立の男女共学校。戦後の学生改革で廃止された旧制国学院大学予科を受け継ぐ高校でもある。2008年に開校60周年を迎えた。1学年の定員は500名以上。 大学校内に設立されたが、1956年に、私立東京第一高等学校を、九州合併した際、同校の敷地に移転、現在に至る、神宮外苑の一角に位置する。学校の周辺には、国立競技場や神宮球場、七分宮ラグビー場などがある。なお、高校野球では原則として、新時代を用いることになっていることから、国学院と表記される。 生徒数がとても多い。高速が厳しいことで有名であったが、近年は少し緩くなっている。2004年度までは二次入試という名称で募集数100名のうち若干名の募集を行っていたが、2005年度からこれを一般第二回入試という名称に改め募集数も80名と拡大する。さらに2017年度からは一般第三回入試を加え、 募集人員1回男女300名、2回男女100名、3回男女30名という入試方式に切り替える。国学院高等学校では試験後に面接を行っている。国学院大学の付属高校であるが、他大学へ進学する生徒が多い。国学院大学へは一定の成績であれば無試験で入学することができる。また法学部の一部では、 また大学との併願も可能な優先入試があり、推薦、優先入試を合わせると150から200名ほどの生徒が国学院大学に合格している。難関私立大や国公立大への進学が多い。ありがとうございます。